皆さんこんにちは。2021年オフに新庄剛志監督が就任し、大きな話題を集めた北海道日本ハムファイターズ。初年度となった2022年シーズンは5位の千葉ロッテマリーンズに9ゲーム差の最下位に沈むなど、思うような結果が残せませんでした。今シーズンも開幕から5カードを終えた時点で最下位に沈み、首位の福岡ソフトバンクホークスとは早くも6ゲーム差がついています。それでも新庄監督が期待を寄せる田中正義選手や万波中正選手らが結果を残すなど、少しずつ良い兆しが見えているのも事実。新庄監督もある言葉とともに自信を見せています。今回は新庄監督の今シーズンの日本ハムについて紹介していきます。ぜひ最後までご視聴ください。昨シーズンの日本ハムは優勝したオリックスバファローズと 16.5 ゲーム差、5位のロッテと9ゲーム差というダントツの最下位。新庄監督がトライアウトと位置づけた1年目のシーズンはパ・リーグ全球団に負け越し、交流戦でも負け越すなど完敗に終わりました。札幌ドーム最終戦で行われたセレモニーで新庄監督は、来年は2位も6位も一緒です、日本一だけを目指してブレずに戦っていきたいと思います、皆さん信じてついてきてくださいと高らかに宣言。優勝を目指さないと語った1年から一転、日本一を目指すと明らかにしました。ただ侍ジャパンにも選出された主力の近藤健介選手が FA を行使し、ソフトバンクへ移籍。同じく FA でオリックスの伏見寅威選手を獲得し、ドラフトでメジャー経験もある加藤豪将選手を獲得したものの、戦力ダウンは否めません。最下位に終わったチームからさらに戦力ダウンし、厳しいシーズンになるというのが大方の見方でした。新球場であるエスコンフィールドで行われた開幕戦では、楽天ゴールデンイーグルス相手に1対3と惜敗。打線が相手先発の田中将大選手らにわずか3安打に抑えられ、悔しい敗戦スタートとなりました。続く2戦目は終盤に点を取り合うもつれた展開となり、試合は延長戦へ。昨シーズン自己最多の18本塁打を放った清宮幸太郎選手がサヨナラタイムリーを放ち、新球場での初勝利を挙げました。サヨナラ勝ちで勢いに乗りたい日本ハムでしたが、楽天との3戦目に敗れて開幕カードの負け越しが決まると、続くロッテとの3連戦で3連敗、オリックスとの3連戦は2勝1敗と勝ち越したものの、その後のソフトバンク、埼玉西武ライオンズとの3連戦でいずれも負け越し、単独最下位となりました。2カード連続負け越しが決まった4月16日の西武との試合は2対6で負け、7回まで1対2と接戦だったものの、8、9回に開幕から好投を続けていた中継ぎ陣が失点し敗戦に終わりました。試合後、新庄監督は、紙一重ですけどね、ここでっていう、惜しいんですよ毎回ね、と悔しさをにじませた一方、チャンスに凡退した4番の野村勇希選手については、野村君は見極めができてくれたらもっといいバッターになる、うちに行って止める勇気、野村勇気と韻を踏みながら冗談交じりに振り返りました。チーム状況については、初めて見ることばっかりで面白いでしょこのチーム、そういうチームがガーンって言った時さらに面白くなるから、とコメント。一度勢いに乗れば勝ち星を重ねられるという自信を見せました。しかしネット上では否定的な意見も多く見られ、何としても勝つって感じには見えない、苦しい言い訳ばかりするようになってきたな、負けたら面白くないのは当然、といった声が集まりました。リーグ5位の39得点、リーグ最下位の57失点と投打ともに課題を残す日本ハム。しかし新庄監督の期待に応え、飛躍を遂げている選手も多くいます。その代表例が田中正義選手と万波選手です。田中選手は近藤選手の人的保障としてソフトバンクから2022年オフに加入、2016年のドラフトで日本ハムも指名しており、6年越しの入団となりました。稲葉篤紀 GM は田中選手について、アマチュア時代からずっと見ていた選手であり、非常にポテンシャルが高く、その持っている能力に期待して田中選手を選ぶという結論に至りました。ストレートの強さに魅力を感じますし、新天地で力を発揮してほしいです、ファイターズで新たな気持ちで挑戦してほしいと思います、とコメントし期待を寄せました。田中選手はオープン戦から猛アピールを見せます。7試合で10回3分の2を投げ、自責点はわずかに1点、防御率 0.84 という驚異的なピッチングを披露しました。
田中選手にボールについて新庄監督は、バッターが打ちに行った時くらいからボールが半個分くらい伸びていくから来たって思って振ったら当たらないと絶賛、勝ちパターンでの起用も匂わせました。すると新庄監督は開幕から田中選手を中継ぎで起用、早くも昨シーズンに並ぶ5試合に登板し防御率 1.80、 3ホールドを記録するなど期待に応える活躍を見せています。被打率は0割6分3厘とかなりの好成績で、守護神候補の一人とも言えるでしょう。野手の中で大きな飛躍を遂げているのが万波選手です。昨シーズン新庄監督が我慢強く起用したことで万波選手は大ブレイク、打率は2割3厘と確実性に課題を残したものの、自己最多の100試合に出場し14本塁打を記録しました。すると今シーズンは開幕から絶好調、楽天との開幕カードではヒットが出なかったもののロッテとの3連戦で5打数2安打とアピール、徐々にスタメン出場の機会が増えるとオリックス3連戦からは3カード連続でホームランを放ちました。昨シーズンは打率が上がらずに苦しんだものの、今シーズンはここまでリーグ3位の打率3割1分6厘を記録、長打力も健在でリーグ2位の3本塁打を放っています。出塁率と長打率を足した OPS という指標ではリーグ唯一の10割超えを記録、圧倒的な打撃力を披露しています。4月16日の西武戦では抑えの増田達志選手から左中間は痛烈なホームランを放つと、このバッティングを新庄監督も絶賛、二塁打だと思ったんですよ、あ、左中間を抜けていったと思ったら入った、すごいパワーをしていますよねと驚き交じりに語りました。23歳の万波選手は5番での出場が増え、同じく23歳の清宮選手、22歳の野村選手とともにクリーンアップを担っています。4月9日のオリックス戦ではこの若さとロマンあふれるクリーンアップが3人とも本塁打を記録、日本ハムの今後を担う3人に対しネット上ではロマンしかない、3年後どんな打線になってるんやろ、エスコンなら3人で80本くらいありそうといった期待の声が寄せられました。いかがでしたでしょうか。今回は新庄監督が語るチームへの評価について見てきました。先ほど挙げたクリーンアップの他にも侍ジャパンへ選出された伊藤選手や昨シーズンの首位打者である松本剛選手など実力を持った選手は数多く在籍しています。そういった選手を新庄監督がうまく起用し宣言通りの日本一に導けるのでしょうか。今シーズンも新庄監督率いる日本ハムから目が離せません。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。